ポポンポン、トクニャン。まあ、それにしてもね、まあ、大阪のね、なんて言うんでしょうかね。まあ、維新の松井さんと、吉村市長ですか。松井知事と吉村市長が、辞職してですね、まあ、ダブル選をやるかどうかっていうのがですね、まあ、だんだん、決める日というのは今月7日の法定教でですかね。まあ、そこで、以下で、まあ、8日に辞職するという、まあ、流れになってるんですけども、まあ、その間に、まあ、公明党がですね、まあ、もし、維新の要求にね、応じたらですね、まあ、ダブル選は、先送りするということみたいなんですけども、これ MBS ね、毎日放送が、まあ、これ独自ですかね、ちょっとわかんないんですけども、まあ、公明党がですね、まあ、維新の、その要求ですよね、住民投票、都構想の住民投票をですね、やる流れにするかどうかっていうのをですね、そういう要求は飲まないと、スケジュールを確約する求めには、公明党としては応じないという方針を固めたということが、これ MBS に出てるんですけども、まあだからやっぱり公明党はね、まあ最初にというか、去年、年末ぐらいでしたっけ、松井知事がね、公明党との密約文書っていうのを、ばらしてですね、それで、なんとか、今のね、法定教の任期中、大阪府議選、市議選までにですね、飲めと、いうことを言ってたんですけども、まあ、それに、公明党はですね、応じなかったと。で、そこに来てですね、さらに松井さんはですね、つい最近、応じないっていうのであればですね、大阪府議選で、高槻市ですかね、高槻市の、選挙区にですね、資格を立てると言って、前回の衆院選で、落選した松並健太さんですかね、その方を府議選で立てると、いうことでね、それでも公明党は、その方針、応じないと、スケジュール確約を応じないということは、これは大きいんじゃないのかなと。まあ、つまり維新がですね、資格を立てても、公明党としては維新の要求は飲まないということですからね。まあ、高槻市にその資格を立てるって言っても、僕は思ったのは、府議選っていうのは、高槻市の選挙区っていうのは定数が4なんですよね。で、松並さんは、まあ、衆院選の時は4万4000票、まあ、3位だったんですけども、4万4000は取ってると。まあ、その府議選だったら2万票で、2万票取った人がトップ当選ぐらいだったんで、まあ、2人ぐらいは維新、出すんちゃうかと、いうことでね、定数4だったら公明党はね、3位か4位ぐらいで当選してるんですけども、だからそんなに影響ないんちゃうかなと。だから資格としてのあんまりこう、意味はないと。ただその高槻市っていうのは公明党の幹事長の林さんという方ね、合意文書に、密約文書にね、署名された方のとこっていうことで、まあそれなりにインパクトはあったんでしょうけども、まあそれでも公明党は飲まなかったということが大きいですね。だからそれだけに終わらずに、他維新が他の、公明党のいる選挙区にですね、まあ資格を立ててくる可能性というのも考えられるわけですから、それでも公明党は要求に応じないっていうところに、やっぱりね、大きな意味が、あるなと。まあつまり公明党はですね、もう維新をもう見限ったと。脅威ではないというふうに、分析してるんちゃうかなという感じがするっていうね。だこれがね、その維新がまあ脅すような形で資格を立てるぞって言っても、揺れ動かないというかね、ぶれてないっていうところがね、これ維新にとってダメージなんちゃうかなと。こんだけね、密約文書もばらしですね、資格も立てるぞと言っても公明党が、聞き入れてくれなかったと。まあ、前回はね、橋本さんが市長をやった時だ、府知事か市長かどっちか忘れましたけども、その時は公明党がですね、折れてですね、まあ、最後の最後で住民投票に合意して、大阪都構想の住民投票がね、行われたんですよね。まあ、その時僅差で、都構想を主張する維新が、負けたっていうね、都構想は否決されたっていうのはあったんですけども、その時は公明党は折れたと。
でも今回は折れなかったっていうところにすごく大きな意味があると。やっぱり維新は脅威ではもうなくなってきてるというか、多少のリスクはね、公明党は覚悟しても、まあ万が一何か落ちるにしてもですね、まあ、それでももう維新と、手を切った方が得だという判断があったからね、応じないというふうになったんじゃないのかなと、っていうのは思うんですよね。まあやっぱりね、都構想住民投票をやるというのは大阪市でやるんですよね。大阪府じゃなくて大阪市で、住民投票をやるということで、この大阪市議選というのもすごく、府議選と同時にすごく注目してるんですけども、まあ、ここに来てやっとね、維新が、大阪市議会全数で86人やったと思うんですけど、やっと維新がね、ここに来て43人、半分の43人を擁立したと、いうことで、ね、まあ、でもそれも過半数じゃないですよね。ちょうど半分ですからね。なんていうんですかね。まあ、それでも、その、よく見ると、前回、というか、今、現職の方がですね、まあ、何人かもう、今回は出馬しないという人は結構目立つんですよね。7、8人ぐらいいたんちゃうかなと。まあ、途中で辞めたりとかね、そういう人もいたりとか合わせると、結構そういうのが目立つと。やっぱ都構想どうなるかっていうときに、なんで現職の方が不出馬なのかっていうのもね、すごく気になりますし、まあ、そういうことを言ってもね、維新の中でもね、ちょっとどうなんかなっていうのがあるんちゃうかと。まあ、いろんなね、まあ、不祥事だったりですね、まあ、写真週刊誌に出たとかね、そういったこともありましたけども、まあ、それなんで出ないっていうのもあるかもしれませんけども、まあ、そういうことから言ってもですね、今の持ってる議席よりも、ね、増える可能性があるのかね、減らす可能性があるのかって考えると、ちょっと厳しいんちゃうかな、このダブル戦のこの盛り上げ次第によって、維新っていうのはですね、議席を伸ばそうと、してると思うんですけども、ただやっぱ大阪市内、大阪市ではですね、大阪都構想反対っていうのがですね、まあまあ、ある意味直近のね、11月の読売新聞の調査ではですね、反対の方が上回っていると、いうのがあってですね、だんだんもう落ちてきてるんですよね。読売の調査でも、3年ぐらいにかけて世論調査、比較をのしてたんですけども、だんだん反対のが増えてきてると、賛成が減ってきてるっていうのがありますからね。まあそういう意味で大阪市内でやっぱり都構想争点に、ダブル戦をやるとすればですね、まあやっぱ拒否反応が強くなるんじゃないのかなと。いうのは思うと。まあ、そこに来てね、今ちょっと言われてるのが、俳優の辰巳琢郎さんがですね、ダブル戦に、出るんちゃうかと。まあ、自民党がね、担ぎ上げそうな雰囲気もあったりとかしてですね、この間奈良でね、軽減税率のアピールっていうのを辰巳琢郎さんがやっててね、まあ、それマスコミにも報道させてたんですけども、まあ、それもね、軽減税率のアピールっていうのを考えると、やっぱり公明党の推薦が欲しいっていうかね、なんかそういうのが見えてくるなと。公明党ってね、軽減税率言って、やっと実現させたわけですからね。そういうことから言っても、まあ、自民党も、ね、それなりのことを考えてるんじゃないのかなと。で、まだ辰巳琢郎さんも、本当に、否定はしてませんかね。どうなんでしょうね、と。まあ、ちょっと、出るかもしれません、みたいな雰囲気を、出してるわけですからね。まあ、最終的にどうなるかわかりませんけども、まあ、やっぱりこのダブル戦で重要なのはですね、やっぱ公明党が、推薦に、回るかと、どうかっていうのが、すごく重要になってくるね。今まで自主投票やったんですか、公明党ってね。まあ、それで維新の、松井さんとか吉村市長が、吉村さんがね、市長になったり、したっていうのもあってですね。まあ、これは公明党が推薦に回る自主投票じゃないっていうことに、なればですね、それはもう自民党が担いだ候補も勝機が見えてくるんじゃないのかなと。いうのもすると。まあ、他のね、野党もですね、押すと思いますからね、多分、自民党が担いだらね。そういう意味でも維新もちょっと苦しいんちゃうかと。で、このダブル戦だってね、出直し戦じゃなくて、4年の任期を、取るためのダブル戦と言っていいと。松井知事が、
市長選に出る吉村さんが、知事選に出るっていうね。で、これの意味っていうのは何なのかということも考えてもですね、もうすごく疑問があるなと。それはやっぱりその、なんていうかね、その公明党に拒否されたから、入れ替え選やるのかっていうね。それがその有権者にどう響くのかなっていう疑問もあると。ただ自分が長いことやりたいだけちゃうんかと、4年ね。出直し選やったらですね、また11月に選挙やらなあかんと。で、入れ替え選やったらもう一回4年できるからね。っていうのがあるんちゃうかと。で、まあね、今回公明党がこう拒否したらですね、都構想自体の住民投票とかもできなくなる可能性の方が圧倒的に高くなるんですよね。まあ、大阪市議選で過半数っていうのは、まあ、維新がまあ、取るのは難しいでしょうと。そうなったら法廷協議会でもですね、公明党がね、今までどっちつかずやったからですね、ここまで来たんですけども、まあ、公明党が明確に反対といえばですね、その場でも終わりですからね。だからこう、なんつうかね、ダブル選やりますと、辞職しますって言った時点で大阪都構想の実現っていうのはですね、限りなく厳しくなるということを考えるとね、これも維新にとってもですね、まあ、ちょっとある意味自殺行為なんちゃうかなっていう気がせんでもないなと、思うんですけどね。まあ、どうなるかね、わかりませんけども。まあ、なんていうんですかね、こう、なんていうか、公明党をすごく、脅してきた割にはですね、公明党が応じなかったっていうところで、まあ、ある意味ね、まあ、勝負は見えてるんじゃないのかなと、いう気もするんですけどね。まあ、どうなることかということでしょうか。チャンネル登録よろしくね。